3月11日、ブリスベーンからオーストラリア第一の都市シドニーに飛んだ笹川会長は、サザーランドシドニー市長を表敬訪問。シドニー市の名誉市民でもある笹川会長とサザーランド市長とは旧知の間柄。席上、サザーランド市長より私たち二人の友情を示すだけでなく、両国の友情を示すためにと、パールとコアラの置物が笹川会長に贈られました。シドニー滞在中の笹川会長にビッグなホットニュースが飛び込んできました。それは日豪友好の証として、コアラがシドニー市より会長にプレゼントされたのです。こんにちは、ありがとう。そのコアラとの劇的な対面が市立動物園において行われ、愛らしい可愛さに感動された笹川会長は、そのコアラが女の子と知って良一の一字を取り、良子ちゃんと命名し、養育を当地に委託。いつまでも涼子ちゃんの前を離れがたい笹川会長でした。3月13日、シドニーより空路オーストラリアの首都キャンベラに飛んだ笹川会長は、戦死したオーストラリア兵の霊が眠る戦争記念館に詣で花輪を捧げ、冥福を祈られました。戦争記念館を後にした笹川会長は、首相公邸にホーク、オーストラリア連邦首相を表敬訪問。固い握手で再会を喜び合い、世界平和について率直な意見を交換。有意義な話し合いがなされました。ナンバーの国に必ずおなりになると思います。それは遠くはないと思います。はい、握手を。